やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日2020年7月30日日刊スポーツのニュースより、こちらの話させていただきます。後ろの方ですね、後ろのページでなんと始まりました、7月29日に新しい仮面ライダーの制作発表会がありまして、新しい仮面ライダーの名前は仮面ライダーセイバーと言います。こちらの、セイバーですね、内藤秀一郎さん、こちらが一応主役を務めることになりました。なぜかそのね、主役の小さ仮面ライダーだけがちっちゃくポツン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 出てますが、大体仮面ライダーが出ると皆さん出演する俳優さんが多いのでね、今回この日刊スポーツでは、その俳優さん、これから活躍するであろうという俳優さんをちょっと特集した、内容の記事で掲載されておりました。これがあと山口高谷さんですね、でヒロイン役が河津飛鳥さん、青木亮さんと富樫瑛斗さん、そして岡弘明さん、こちらの方々が中心、主役の方を中心となってね、始まっていく話、6月6日からスタート、あと1ヶ月でゼロワンも終わりっていうことですよね、そういうわけで始まっていくわけなんですけども、今回なんか小説家みたいですね。ゼロワンは、会社の社長でしたけど、今度の、主役は小説家ということで話が進んでいく話ということですけど、いろんな物語が何か中心になって始まっていく物語のようですね。結構楽しみですけど、今回のこの仮面ライダーのその配役の方もね、もう決まってるみたいなんで、こちらの方も、コツコツも出てくるんじゃないでしょうかね。もう1話が一応本当のセイバーが出てきてから、また別の仮面ライダーのサブキャラのね、仮面ライダーがもうすぐすぐもう出てくる形になってます。あと知念里奈さん、昔歌手で活躍してました。その方もソフィアという役で出てくるんでね、これもなかなか必ずそのね、昔活躍して、昔って言っちゃいけないけど、結構流し出た方をね、必ず使っていくのが特徴ですから、とっても楽しみですけど、これよく見ると全部同じ絵なんですよね。また公開されて間もないので、そんなに写真が少なかったんでしょうね。一応このポーズを取った感じのセイバーでございますが、主役が小さくて、ちょっとやる俳優さんをちょっと中心となってる感じの、内容でしたけどもね。本当にこれからどういう活躍していくのか楽しみだと思います。でこれもね、今まで仮面ライダーをやってたその年表になります。1971年の、から始まって1号2号 V3 X ライダーマンが抜けても、ライダーマンゼクロス少しも抜けちゃいますよ、こういう話だとね、残念、あと映画版も抜けてますね。しょうがないですね、カブと電王、キバ、ディケイト、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、ゴースト、エグゼード、ビルド、ジオ、ゼロワン、そして今回のセイバーが20年からスタートということになります。どういう展開になるんでしょう、楽しみですね。今回の動画は以上でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。